入場時にポストカードがもらえるんですよ。全部サイン入り、メンバーの頑張って書いたので、ぜひ地引きしてくださいファンの方。てかさ、ツイッターとか見てるとさ、あ、全然これはいいんだけど、譲るとかなんか求むみたいなあるじゃん。吉橋ゆずが譲ります、山内みずきさんくださいみたいな、それさ、レート合ってねえよってごめん、レートがさ絶対あのプラスでなんかあのつけないと絶対交換してもらえんよって突っ込んじゃったこれレート合ってないのよって、ズッキーさんはもう私10枚集めてももらえんよ。え、どんな感じだったの会場の雰囲気って。なんかさ、入場特典のポストカードで、じゃあみなみでした、うわー、さとみなかよーみたいなのあったのかな。ランダムシステムが良くない。いやでもオタクはね、ランダムつきものですよマジで。え、断られたのマジで。佐藤みなみさんレートそんな上がってるの。佐藤みなみさんちょっと前までめっちゃ手入れだったのに、さとみなかよって言ってる人には出会わなかった。マジか、絶対2年前とかだったら、え、さとみなかよっていう人ばっかだったと思うよ。嬉しいね、そう考えたら。自身のレートについて語るさとみなみ。でもさ、実際問題さ、岩陰るに出てるメンバーってみんなさ、それなりにさ人気の子たちばっかりだったじゃんか。ってなると、まあ、佐藤さんのレートは、まあ、定例だと思うんですよ。でもそれでもさ、喜んでくれる人がいるのは嬉しかったなとか、なんかうわ里見やかよってならないっていうのが嬉しいわ。ありがとね。